はい、山本町でございます。こんにちは。皆さんチャンネル登録、コメントのよろしくお願いします。ということでね、今日お話をしていきたいなと思ってるのは、その地方の物件どうしようって話ですね。こう、まあ、ほんと悩み相談みたいな感じになってね、いろんな人から話を聞いたりとか、あと、まあ、自分自身もね、こういう、ちょっと最近もういいかなと思ってね、処分しようと思ったら、こんな値段なのみたいなのが結構あってですね。まあ、もうそろそろ、まあ、行き止まりなのかなと思うのは、やっぱりこう、まあ、地方のね、マンション、特に中古マンションのその相場がどうも下がりそうな気がするなっていうことで、まあ、皆さんね、いろんなこれからそのね、高値で売りたい人たちが、まあ、いろんな査定をしてみるとね、この値段なのかいみたいな。ちょっとこれ、さすがにちょっとこれじゃあ、今までね、住んでいたものをその手放すにしてはどうかなとか、まあそういうふうに思ってたりするケースもあるんですよ。まあ投資物件としてね、ちょっと海に近いところで、と思っていたところの地域の相場がこう下がってですね、まあ投資効果をまあ今までのことも含めて考えるとですね、まああんまりいい売却ができなさそうだから、まだしばらく持ってるか、みたいな話を、まあするようなケースって今後出てくると思うんですよね。で、あともう一個あるのはですね、その地方の建て売りがきついってなってですね、まあまさにこうね、ちょっと前までその特定のその会社の皆さんですよね。まあ、いろんなその、ちっちゃなこうね、狭小住宅建てらっしゃるような、まあ、会社の皆さんとかが、まあ、もうそろそろね、不安がきついですと言って、まあ、別の営業会社をその、立ち上げるんで、そのね、いろいろご協力いただきたいとか、まあ、いろいろご相談が、まあね、この前その、なんか手書きの手紙をいただいて、まあ、なんだろうと思ったって言ったらそうなしだったりとか、いろいろあってですね。まあ、皆さん、本当ひきこもごもというかね、まあ、いろんな方々がいらっしゃるのかなと思うんですけど、やっぱりこう、地方がこう、だんだんこうね、ちょっとこうバッと盛り上がったのはそのコロナでね、リモートワークができる家を郊外に持とうってことで、まあそういった点で言うとちょっと一気にふわっとね、浮き上がったわけですよ。で、その浮き上がったものよりも、まあだいぶこう下がってきちゃったなっていうのが、まあちょっと体感としてあると思うんですよね。で、またそれにこう、まあそういう中古マンションと、あと地方のそのね、アパート群ですよね。まあボロアパートとか限らないですけど、まあ集合住宅ね。で、あとその建て売り。このあたりがですね、まあ、この後一番最初にこう、馬場を引く可能性が高いので、まあなんかいろいろ今お考えの方は、どうかなと思ってちょっとこう我慢した方がいいかなっていうような局面にどうも来てしまいそうな気がするんですよね。で、唯一その出てる、まあ我々の中で出てるのはそのやっぱりリノベ物件からの、まあ、賃貸は、ある程度その底堅く出るのかなと思っていて、まあ自分の身の回りのお話だけであれですけども、まあ数値で跳ね返ってくるのはそのまあ、なんだろう、6月は7月ぐらいなんでしょうけども、まあ比較的そこは、まあ引き合いが多いなというふうに思いますよね。まあそういった点で言うと本当に地域の中でその、まあ優れて、まあお金が取れるところと、まあなかなか今厳しくなっていくんじゃないと思うようなところが、こうパックリと二つに分かれているというのが、まあ実情なのかなというふうに思います。まあ特にその中古マンションに関しては、立地でほぼ全てが決まると言っても過言じゃないぐらい、大変な時代にですね、こうメトロでその徒歩圏内のところはまあ比較的まだ堅調に数字が動いてるんですけど、やっぱこうまあね、低地地域からそのある程度そのまあね、川崎のあたりまでこうまあいろいろ見ていくと、そのやっぱ歯抜けのようにですね、なかなかそのいい値段がつかない物件のまあところが足を引っ張って、全体の相場が今後こうねコンコンコンで下がっていくような感じになるとですね、今手元に持っている物件のそのダブ付きぐらいからすると、やはりそのまあ早めに放出した方がいいよみたいなことをまあ言っている人たちがですね、やっぱ放出しようと思ってもいい値段もうつきませんみたいな、そういう感じでこういろいろ言ってきてですね、もう私に言ってどうするんですかみたいな感じにちょっとなっちゃってるっていうのはまあ現状かなというふうに思います。で、まあそこら辺で言うともうリノベですねって言ってるんです。今度リノベでね、皆さんよくご存知だと思いますけど、今度リノベしようにもですね、健全な手に入らないっていうのが最近出てきてます。で、まあうちらもこうまあこの前2件引っかかってね、いろんなまあ皆さんにこう相談して回ってどうしようかってやってたんですけど、まあまず給湯ですよね。まあ来ねえ、あとキッチン来ねえ、この二つが来ねえとですね、やっぱ水回りの工事はできないんで、まあ例えば新築でね、じゃあその秋ぐらいまでにこうなんとかお願いしますよみたいなことを言ってたところが、まあ秋は難しい、まあ来年のその1月2月かなみたいな、残り1年待つのかいみたいな、地べただけだってもしょうがねえだろみたいなことにやっぱりなっちゃったというのが、まあ最近やっぱボンボンとあったのでですね、まあそのあたりはどうなのかなというふうには思います。であともう給湯もやっぱり半導体がないからだと思うんですけども、その物が来ねえということで、まあこれも5月まで待ってくれということ言われて今困ってると。で、まあ、お湯の出ない、その、お家建ててもしょうがないわけですから。まあ、それは当然のことながら、まあ、そういった話ですね。で、あと、まあ、一部建材、やっぱ、また木の値段が上がってきて、まあ、木の建材に関しては、おのおの、その、まあ、気の利いたものはなかなか届かなくなってきた。で、あと、その、潰れる古民家が、やっぱ、数が減ってきたんで、いわゆる、その、まあ、アンティークものの、その、木材も、結構きつい。で、まあ、あと、さらに、こう、まあ、自分らで言うと、その、断熱絡みですよね。
まあ、このあたりで、まあ、比較的いい断熱の素材の、その海外から入れようと思うとなかなか入ってこないみたいな。なると、やっぱり、その、じゃあ、ここにイノベしてね、まあ、まあ、今まで、まあ、それこそ、その、まあ、もらっていた金額を、まあ、4割ぐらいをね、目指してやっていくんだっていうと、まあ、なかなかそこら辺のところで足回りが動かないと、物も動いてくれないのかなというふうに思います。なので、まあ、ちょっと前までね、みんなウハウハでやっていたのが、こう、急にこうね、そうは言っても、まあ、っていう感じで、その、まあ、需要が逆回転したのか、もしくは食い尽くしたのかわかんないですけど、まあ、そういった点で言うと、もう、干上がり気味なところが、その、地域としては出てきたのかなというふうに思います。本当、地域なりだと思うんですよね。やっぱ、まあ、まあ、形成のあたりとかきついですもんね、話聞いてるとね。あと、まあ、まあ、なんて言うんだろう、まあ、こう、成田空港に来るところの手前とかね、結構きつそうなこと言ってたんで、まあ、僕らがすると、あのあたり結構ね、やりやすい地域だと思ってたんですよ。ああ、ダメなんですね、みたいなのが、やっぱりこう、現況で出てきたのかなというふうに思います。まあそういった点で言うと、やっぱそのコロナでその地方でも働けるじゃんということでリモートワークするぞと言って、まあ地方に転出するようなそのある種需要が一服しちゃったと。で一服しちゃったので、そのあれって本当にこう、まあ微妙な需給で決まっているものなので、ちょっとその買いのね、勢いが落ちるとですね、価格でダーッと下がっていってしまうので、まあ一応そこで垂れてるんだと思うんですよね。で、さらに言うとその、まあ車で通勤をする方の問題と、あとその、まあ、夫婦で、まあ、リモートワークで、まあ、郊外に行くって、僕は全然今まで何人も見ててよかったですけど、まあ、我々みたいに、こう、子育てがあって、教育があるってなるとですね、途端にハードル上がるんですよね。なので、一番最初にそのファミリーで出てくような、まあ、それこそその、まあ、まあ、壺でどうなんだろうな。まあ、それなりの相撲の広さで、ファミリー向けと思っていたものが一時バーッと出たのは、こういうみんなファミリーがね、地方のその方に引っ越していくのはまあ一つのトレンドとして面白いなと思って見てたらですね、まあそこがいきなりこうダメになってしまう。で、ダメになってしまって、で、結果的にそのまあ本来だったら皆さんね、ファミリーで一つの部屋住んでもらうようなお家がですね、まあ二つに分かれてですね、まあまあ再建て直ししましょうみたいな、もしくはそのね、共商住宅二つ建てた方が、まあ投資効果がいいみたいなことを誰かから営業されて、こう、そういうふうにやっちゃった人がいるのかもしれないですけど、そういうことでまあ皆さんこうね、バラバラとそのまあ不動産の入れ替えをやったりとかっていうようなことが今後非常に起きていた時期があって、でそこからさらにこうまあ今回のそのオミクロンのところになってくると、もうそういうその地方のね、いわゆるそのまあリモートワーク需要でまあ多少高くても綺麗なところに住みたい、広いくて広いなところに住みたいって言った需要がですね、まあリノベ案件みんな吸収されていってしまって、まあ本当であればそのまあ地方都市のね、まあそういうね便利なところに建っていたまあ集合住宅だとかマンションだとかっていうものに対するまあ需要がまあ一時期なのか、まあ、もう本当にダメなのかなんですけど、こうかなりこう価格が下がっていくっていうような状況になっていくのかなというふうに思います。そういった点で言うと、やっぱりその駅降りてバスってもうダメですね。本当ね、これ。まあまあ本当こう、まあそこは、社宅で借り上げてくれるような、その大口が見つからない限り、ちょっと怖くて手出せないっていうのが、まあ、現状なのかなと。で、政令指定都市だから、まあ車で7分、8分のところでも大丈夫だろうと思って、こう、ボンと買うとですね、おい、これちょっと入らないじゃないか、人が、みたいな感じになってですね、まあそれはなかなか辛いのかな、なんてことを思います。で、最後にですね、まあこれはちょっと別の雑誌の、まあ、特集で、まあ、ちょっと、取材を受けたものの本当に乗るのかいっていうのがあるんですけど、三拠点生活ってあるじゃないですか。まあ、最近だと佐々木俊直さんとかね、まあお話しされてたりとか、いろんな方々はまあその三拠点でそのまあ暮らすっていうのはどうなのみたいなことを言っててですね。まあ私らもその三拠点って言われば三拠点なんだけども、まあちょっとこうね、まあ彼らのようなそのある意味そのまあ高等遊民的な楽しみを持ってその三拠点してるんじゃなくて、必要に迫られてやむを得ず三拠点みたいなところからするとですね、まあなかなかこうまあ暮らしづらいですよ。で、何が一番暮らしづらいってゴミなんですよね。例えば、まあ、これ、二拠点の人なんか特にそうですけど、その、まあ、都心で働いて、週末は地方でっていうことを、まあ、志す方って結構多いと思うんですよ。ただ、その、週末は地方でってあって、地方で、例えば土日だけ暮らしても、それなりの量のゴミが出るわけじゃないですか。で、そういった出たゴミをですね、その地域で捨てられるのはですね、まあ、その、燃える日は、燃えるゴミの日は火曜とかですね。で、もしくはその燃えないゴミは木曜とかやってですね、2週間に1回取りに行きますみたいなって、朝はこの時間からこの時間まででしかゴミ捨てちゃいけませんとかなるとですね、その時間帯東京にいるんで、そのゴミ捨てらんねえよって、ゴミ屋敷になるわけです、それ。で、いわゆるその、まあね、まあそんなことをやるぐらいだったら、
その変に別荘とか2拠点とかにしないでですね、ホテル住まいでいいじゃねえかっていうことで皆さん切り替えていかれるケースって多いんですよ。で、そうなってくると、そのホテル住まいされちゃうとですね、いわゆるその、まあ、公営物件を使っている人たちからするとですね、借り手がこう一気にいなくなるわけですよね。干上がっちゃうんですよ。で、公営物件ってのはやっぱりこう、まあ、ある程度その埋まってくれてなんぼのところがあるので、まあ、埋まってくれることを前提に嫁してるので、まあ、そこがその、まあ、需要としてね、ボソンの時こういなくなっちゃうとですね、困るわけですよ。まあ、ちょっとまだ白馬とかね、軽井沢とかね、いわゆる避暑地のところで、古き良き別荘地としてやってたところが、まあ、成り立たなくなって、まあ、そういったその成り立たなくなったところに、まあ、今の新たなね、まあ、暮らし方の提案として、いわゆるそのデザイナーズハウスみたいなものを、まあ、地方に作ってですね、リモートワークできますよとかですね。あとその、週末はね、もう、大自然の中で、こう、気軽にね、まあ、楽しくやっていけるよみたいな、そのなんか、黄色い帽子のおじさんみたいなことをやるっていうのは一つ皆さん風流だというふうに言ってたんですけども、ただ、蓋を開けてみると、やっぱり、まあ、残念なことに、やっぱりゴミ出しの問題に直面したりとか、あと私らみたいに子供がいるとですね、子供の教育にこうね、ぶち当たるんですね、塾どうすんだとかですね、あとその、まあ、その週末は大体そのね、まあ、試験を受けなきゃいけないんだとかですね、まあ、様々な制約があってですね、いくらオンラインでね、仕事がその完結するからといってですね、おいそれとじゃあ週の何日か地方でって言っても、そう簡単にはね、こういかないんですよ。なので、結果的にはその、まあ、パラレルに人が行ったり来たりするような、なんかそういうその前ぐらいのその住み替え方みたいなものを、まあ、作っていかなきゃいけないってことで、最近はそのサブスクリプション型住まいみたいなものは、まあ、検索するといっぱい出てくると思うんですけども、そういったところでいろいろやりませんかみたいなお問い合わせが非常に最近増えたなと。で、増えたんだけども、それってじゃあ、まあ、いわゆる民泊とどう違うんですかみたいな話もなったりとかね。で、あと、ウィークリーマンションみたいなものの形態にやや近くなってくるので、まあ、限界収益化すると、やっぱりその、普通にこう、真面目に借りてくれてね、ベタっとこう、年間いくらで払ってくれるような、企業さんとか、もしくはその、まあ、個人でも毎月付け払いで、家賃払ってくれるようなところからすると、ややっぱ下がってしまうということでいくと、やっぱり利回り的にはその、今までね、6とか何とか出せそうだなと思ってやっていたものは、実は5しか出ないとか、4、のね、真ん中ぐらいまで落ちちゃうよみたいな話になるとですね、ちょっとやっぱこうね、妙味としては薄れていくよねと。でもそれでもやっぱ借りてくれないよりは、まあ、空気が澄んでいるよりははるかに人が澄んでくれた方がいいので、そこら辺でうまくこうやりくりしながら、まあやっていくしかないのかなというふうに思います。で、最後にですね、やっぱその京都とか奈良とか、あの辺の地域の賃貸って結構僕らあんまり触ってこなかったんですけども、まあ、最近こうね、公民館の営業で注目化粧がドカンと入ってきて、その注目製品がドカンと出ていって、最後また注目資本がドカンと入ってきて、今そのまあね、グダグダやってるんですけど、まあ大体その北京オリンピック終わって、パラリンピック終わって、大体1ヶ月ぐらいしてから中国人がドーッと入ってくるつもりでみんな投資を始めたっていうのは今現況ですよね。なので、まあそういったところに、こう、まあ、物件をお預けして、まあ自分たちはその、まあ、また、なんかあったらまた声かけてくださいね、さよならってやった方が、まあ幸せなケースで今後増えていくのかな、なんてことは思ってます。まあそこら辺で言うと、インバウンドが、日本でもこれから復活してくるだろうっていう期待感がものすごく高いので、まあそういった点で言うと、まあ、それこそ我々からすると、その元々ニセコとかの辺見てたんですけども、やっぱも、まあ、京都とかもしくは広島とか奈良とかあの辺のところの、物件っていうのはその外国人向けに強くなっていくような傾向がこれから見えてくるのかなというふうには思っています。なのでその強い地域と弱い地域でいうと、それこそそのいわゆるそのリモートワークの需要で伸びていった地域で、そこはその住みやすさと同時にその働きやすさ、アクセス、都心のアクセスのしやすさみたいなところである程度その、まあ、価値を持っていたところはまあ引き続きあるんですけど、そこはちょっとでも離れると中古マンションを含めて価格がドカーンと下がっていくだろうというふうに思って、それは本当怖い。で、あとそのインバウンド需要で言うと、その古き良き、その、まあ中国人が好き勝っていたようなところっていうのは、まあ基本的に買われるであろうというのはまあ思ってますと。で、その買えるのも多分新しく法律できて、その外国人のそういうものを買っちゃいけませんっていうような話になって、で、もしなんか不動産とか土地とか買う場合には、いわゆるその合同会社を使うスキームはダメよみたいな話になってくると、まあそれこそね、まあ中国人みんなパッといなくなる可能性もあるので、そこら辺うまくこうね、まあやりくりしながらこういや、まあ、持っていくしかないのかなというふうには思っています。まあ、なんていうのかな、もう次の、経済にみんなこうね、前のめになってお金を使っていこうっていうところまでようやくモードが戻ってきたにもかかわらず、その不動産市況、特に中古マンションの市況も悪くなっていくとですね、まあ、早めに売りたいけどいい値段がつかないっていう時にはもう時すでに遅しだというふうに思いながら皆さんやっていっていただければいいかなと。で、まあまあ本当におすすめは、まあ、リノベで頑張る。賃貸で、まあ、2% でも多く、そのね、賃貸収入が上がってくれるような、その、まあ、
まあ、住み替え需要とか、まあ、そういったものもこう捉えていきながら、こう、まあ、やっていく、転がしていくのが一番いいのかな、なんてことを思いますね。はい。ので、皆さんぜひ、そのあたりも含めてご検討いただければと思います。まあ、で、ちょっとね、タワーマン情勢もやや変わってきたんですよ。まあ、そのあたり、まあ、タワーマンどんどんこの辺どうすんだよ、みたいな、ちょっとあるんですけど、まあ、それも含めて皆さんとお話ししていただける、いける機会があるといいな、というふうに思っています。はい。どうもありがとうございました。失礼します。